はい、皆さんこんにちは。ヨガジェネレーションのミキゾーでございます。前回に引き続き今日もこちらの方をお招きして、流行りのね、あの話について、ちょっと最近話題のね、あの話についてお聞きしたいと思います。ご紹介します。精神科医の先生でございまして、池袋オリーブメンタルクリニックの院長先生であります、松島幸恵先生です。松島です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。前回はね、何でしたっけ、自律神経失調症とうつ病の違いみたいな、よくね、あのヨガのセミナーとかで質問に出るあの質問に答えていただきましたが、ここにもしよかったら皆さんリンク貼っときますんで、前回の動画から見られる方はこちらをどうぞって感じなんですが、その動画の最後に今日の予告をしておりましたが、今日はこのちょっとナウイですね古いかちょっとなんかちょっとヨガの世界でも最近ね、あの聞きよく聞いてるあのナウイ言葉いきますか。セルフコンパッション、ね、はい、いや僕ちょっとあまり知りませんぼやっと知りません。なんかあの表面上のことしか知らなくて、なんかあの今ここみたいな、自分を大事にするみたいなニュアンスのことぐらいしか知りませんので、今日はこのセルフコンパッションについて、まあ、幸恵先生に教えを請いたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。なんかあのセルフコンパッションっていうとどんな感じを思い浮かべます？コンパッションっていうのがちょっと僕は英語が3だったのでちょっとわからないですね。セルフ、自分でなんだろう、ね、私もあの慈愛の字かと思ったんですよ。うん、なんか今それが降りてきました。ね、降りてきますよね。じゃないんですよ。これなんですよ。コンパッションを表す漢字は悲なんですよね。で、あのコンパッションっていうのは、うん、他者に対してのみならず、うん、自分自身についてもその痛みと苦しみについて関心を持つ能力なんですよね。他者にでだけじゃなくて自分自身にも関心を持つ。でここで皆さんに、三木蔵先生も含めて、はい、割と最近あってちょっとつらかったこと、思い浮かべていただいていいですか？思い浮かべましたね。思い浮かべました、うん、で自分にその時なんて声かけました？もうね、アップアップでしたね。でもきっとなんかあの気合入ってる三木蔵先生だったら、うん、もっと頑張れとか、はい、まだ俺いけるとか。そうですね、あの、ね、仕事に絡むことは全部そうですね。ですよね。跳ねのけますね。うん、はい、そうですよね、うん、でも、うん、もしその状況に三木蔵先生のすごい大切な親友が陥ってたら、うんうんうん、なんて声かけます？ああ、なるほどな。確かに、もっとやらんかとは言えないですね。でしょ？うん、ちょっと休んでいいんじゃないとか。そうですね、お前よくやってるよって言いますね。言いますよね。うん、うん、なるほど。そういうようになんか自分を甘やかすんじゃなくて、うん、むしろ強くなる態度なんですよ。うん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 、だからオーセンティックっていう本質的なとかいう意味があって、うん、セルフコンパッションを身につけたリーダーっていうのは、うん、むしろ強いんですよ、うんうんうん、弱さも認められるから。はあ。私これそれをね読んだ時にね、三木蔵先生を思い浮かんだんですよ。本当ですか？だって初対面の時にいきなり、ちょっとあんまり触れてほしくないのかもしれないですけど、はい、うん、あのゴルフの話したじゃないですか、うん、はい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 、でゴルフで割とこう頂点まで手が届きそうだったのに、うん、ちょっとこう挫折した経験とか話されましたよね。で、ああいう弱さも普通だったら、うん、あの俺ちょっとゴルフいいとこまで行ってたんだよねで止めると思うんですよ。うんうん、だけどちゃんと認めてる、うんうん、で弱さも認めながらだから強くなれる。なるほど。オーセンティックなリーダーっていうのは、うん、あの強いんですね。なるほど。でセルフコンパッションがもたらす効果としては、うん、こんなことが言われてるんですよね、うん、幸福感を高めたり、はい、うん、ストレスを減少させたり、うん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 、レジリエンスが高まる、
はあ、で、ちょっとずつ説明すると、うん、やっぱりまあ、こっちと今日時間の関係で瞑想とかはできないんですけど、うん、そういうセルフコンパッション、自分を大切な親友のように扱ってれば、うんうん、自分のセルフケアもおのずとつながってきますよね。うん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 、でセルフコンパッションが高い人は、はい、人生に対する満足感高く、はい、感謝の気持ちを多く持ち、はい、楽観的な考え方ができるようになるんですね。私この考え方を生かしてちょっとトレーニングとかも参加してみて、うん、めちゃめちゃ感謝するようになってるんですよ。ほーで、はい、すごく辛かった体験に対してすら、はい、やっぱりちゃんと見れるようになるんですね。うんうんうん、だから多分三木蔵先生ってゴルフ諦めた時にすごい辛かったと思うし、うんうんうん、一時期ゴルフもできなかったって言ってたけど、うん、ちゃんとそれを認めてあげることで今ゴルフもできるようになってるし、むしろ楽しいっておっしゃってたし、ちょっとそういうこう本質的な部分ですごく辛かったことを直視できるっていう点では、うん、めちゃめちゃこれをやることによって、うん、強くなれるんですね、うんうんうん、だから幸福感が高まる、はい、でストレスを減少させる、うん、セルフコンパッションが高い人は不安感やストレスが少ない傾向にある、うんうん、つまりですね現実を見ないで逃げていると余計不安が高まるんですね、うん、ほううんうん、例えば怖いって思ってある人を避けちゃうとするじゃないですか、うん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 、その人のこともっと怖くなりますよね。確かにね。だから怖いなって思ったけど、うんうん、よく見てみる、うん、ちょっと怖いけど勇気を持って見てみる、うん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 、そんな心の態度を持ち続けるとストレスが減少できるんですね。はー、これはやっぱり私もやってみて、はい、すごくちょっと私逃げる傾向があるんですけど、はい、逃げないでやってみようって言ってみると、はい、少しストレスがやっぱ軽減される傾向はすごくありますね。はい、うんうん、でレジリエンスが高まる、これはまあちょっとバズワードみたいになってますけども、はいはい、うん、まあしなやかさですよね、うんうん、打たれ強くなる、うん、まあ一番と関係するかもしれないんですけども、はい、セルフコンパッションが高い人は困難の状況を乗り越えていく心の力であるレジリエンス、うん、精神的回復力が高い。よくレジリエンスってしなやかさって訳されることも多いんですけれども、うんうん、はい、しなやかにその状況を困難な状況を乗り越えられる、うん、ま、全部3つの要素はつながってるんですけれども、うん、やっぱり弱いことを認めてるからこそ現実を見てしなやかに状況に立ち向かえるというようなことが、これは学術的に言われてることなんですけれども、めちゃくちゃ分かりやすい、分かりやすい、よかった、めちゃくちゃ分かりやすいけど、めちゃくちゃもう僕にとってはそれは理想の人だけど、なかなかそれをやろうとしてるんですけどね、本当に難しいなと。かなり三木蔵先生できてると思います。いや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 、僕なんかもまだまだでございますから、うん、なるほど。ってことは、うん、何かこう、うん、訓練ってことじゃないんですけど、そのセルフコンパッションの自分の高め方っていう方法が逆にあるってことですか？あります、それは絶対にあります。やっぱり、はい、じゃあここでちょっとついでなので言ってしまうと、うん、はい、セルフコンパッションを3つの要素で分解すると、うん、はい、自分への優しさと、うん、共通の人間性と、うん、マインドフルネスなんですね、はい、で、うん、やっぱりこれらは、もうこれは YouTube 見てる人ならわかると思うんですけども、うん、マインドフルネスっていうのは今この瞬間への気づきを高め、うん、慈悲と慈愛の心を育むんですけれども、うん、まあ、わかりやすく言うと井上清子先生の、言葉を借りると、はい、マインドフルネスっていうのはしっかり見るっていうことなんです、はい、うん、でもしっかり見るだけじゃみんな辛くなっちゃうよね、うんうん、っていうことで、それに対して慈愛を持ってセルフコンパーションの心を持って、うん、温かく見守るっていうことが大切なんですね、うん、なるほど。だからここら辺このマインドフルネスの瞑想をやってる人だったらすぐ分かってもらえると思うんだけど、うん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 、やっぱり慈愛っていう言葉を持ってくる方がやっぱりこう自分への優しさが育まれる。なるほど、うん、なんか、うん、はいはい、
で、た、あの、結構ヨガやってる人とかだと、うんうん、他人に尽くすっていうことは得意な人多いと思うんだけど、うんうんうん、それだといつか爆発するんですよ。なるほど。自分のやりたいことが見つからなくなっちゃうから、はいはい、師匠に言われたからこれをやってます、はい、お掃除やってます、うんうん、でも自分への優しさがちょっとない人が多いなって私見てて思うので、あ、なんかここ数年マインドフルネスっていうのが、まあ、言葉として切り取られて、うんうん、なんかこう、まあ、流行るっていうかね、認知されてきた、ね、だけど、うん、今の話だと実は、まあ、それはそれで勉強されることを僕もお勧めしてるし、うん、いいと思うんですけど、それだけじゃなくて、なんかこうさっきの三位一体じゃないけど、うん、それでなんか全部完成していくみたいな話に聞こえましたね。そうなんです。ですので、うん、やっぱり共通の人間性、まあ、うん、そういう辛さもあるけど、うん、まあ、今回コロナ禍で分かりましたよね、うん、人間ってすごいちっぽけな存在で、うん、誰でも今辛いじゃないですか、はい、うん、そういうのすごく今分かってきてるので、あのみんなふって入るからセルフコンパッションっていう言葉がすごい今刺さってるんだと思います、うんうんうん、なるほど、ありがとうございます。しかもなんと我々とそのセルフコンパッションについての講座をなさっていただけるということで、ぜひお願いします。お伺いしておりますが、すごい楽しみにしてます、はい、ね、うん、あのここに皆さん日程がありますので、しかも我々はヨガ の集団でございますので、ヨガとこのセルフコンパッションっていう、うん、まあ、関係性もそこでいろいろと紐解かれるんじゃないかなという、まあ、初の試みの講座がこうここに来月6月かな、なんかあると、うんうん、あるスタッフから聞いておりますので、よかったら皆さん興味ある方はご参加いただければと思います。さちい先生、今日もお忙しい中素敵なお話はとっても分かりやすかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。まだまだね、あのコロナ禍続きますが、うん、あの医療現場大変かと思いますが、あの頑張ってくれもなかなか言いにくい言葉なんですけれども、頑張ってください。頑張ります。はい、それでは皆さんまたお会いしましょう。ありがとうございました。